格好法は、方針内にライフリングがない方のこと。L16-81mm 迫撃砲の、方針内部。ライフリングが刻まれていない 120mm 迫撃砲 RT の、方針内部。ライフリングが刻まれている、銃砲身の内側に、螺旋状の筋を刻み、射出される弾に回転を与え、弾道を安定させる、ライフリングの概念が発明されたのは15世紀。 末頃だが、前奏式での装填作業性が大きく劣るという問題から本格的な普及は褒美を開閉できる5装式大砲と共に19世紀も末頃からであった。それ以前の方針は、下記の誕生以来の素通しの筒である格好方針であった。20世紀の前半までに、ほとんどの大砲は命中精度、有効射程に優れるライフル砲にとって変わった。 一方、格好法には抜け弾抵抗が小さく、方針への負荷も抑えられ、同じ初速のライフル砲よりも薄弱な方針で済む、メリットがある。20世紀の後半以後、砲弾の性質との兼ね合いで、戦車砲と軽量、低コストを追求した小口径迫撃砲、グレネードランチャーにおいて、格好方針が復活した。戦車においては、第二次世界大戦後、 技術レベルの向上に伴い走行の防御力増強が顕著になり、これを撃破するために高威力の方が求められたものの、実用上の重量制限から方の大口径化には、制限がついていた。そこで、ヒート弾とアプズ弾が開発され、以後の対戦車戦闘における主力となったが、この二つの玉種には、以下のように、ライフリングによって加わる団体の回転が不利に、 作用する特徴があった。蒸気理由により、戦車砲の分野においては再び、格好砲が主流となっている。アップズ弾から発展したアップフス団についても、同様のことが言える。戦車用砲弾の開発は、現行主力である格好砲用が優先され、後で旧式戦車の戦力底上げにレトルフィットされるのがセオリーとなっているが、 これらのライフル砲でアップフスズやヒートを射撃する場合は、ライフリング付き方針内での回転運動を弾頭に伝えないよう、弾頭の外周にスリッピングバンドやベアリングを仕込むという二度デマ状態になっている。一方、格好砲がライフル砲にして、弾道の安定性が劣り有効射程が短いという、訂正には依然変わりがない。戦車を中距離から近距離で用いる戦闘兵器と、 割り切って遠距離戦は他の対戦車ミサイル等に任せる、あるいは砲弾ではなく砲発射型対戦車ミサイルを用いるとして補っている。それでも21世紀現在の戦車が、なおも不評支援や建造物内への攻撃に使用する通常榴弾の射撃における不利はカバーできない。そもそも圧倒的に交戦距離が大きく、 車両を個別に狙うほどのピンポイント射撃が困難な、上、砲弾が、終端速度まで減速するために、ヒートやブフスズの利点が活かせない一方、受け止められる反動が、はるかに大きい官砲や、榴弾砲などは必要ならば大口径長方針化で、対応することから全てライフル砲である。世界最初の格好戦車砲は、イギリスのロイヤルオードナンス製 105mm ライフル砲。 L7 に対抗するために、ソ連の T-62 に搭載された55、合計 115mm 格好砲 U-5 で、あるが、これは、アプズにおける、相談等の分離に問題が生じたためで、積極的な格好砲の採用とまでは言い切れない。U-5 に続き、T-64 戦車に採用された、D、D-68115mm 格好砲。 t-64 と t-72 に採用された 2A46-125mm 格好砲など、戦車への格好砲搭載はソ連が先んじた。西側では、ラインメタル社の44口径 120mm 格好砲 RH120 の採用が最初である。このように1960年代 -1970 年代以降に開発された戦車の大半は、 格好法を装備しているが、イギリス軍のチャレンジャー2戦車など、一部の戦車は、ライフル法を装備している。格好の標音は、格好であるが、格空と孤独される場合がある。空自体の音読みは、本来の、法以外に、関用読みとして、空が、複数の緩和時点で認められ、また、医学分野においては、空の字を、空と読むものの、格好を、 滑空と標論することは認められていない。湾岸戦争やアフガニスタン戦争における第三世代主力戦車の長距離装撃におけるレコードホルダーはいずれもライフル砲にあえてこだわったイギリスのものであるただし、そもそもアプフスズの有効射程が短いため、滑降砲のデメリットとするには無理がある。参照文献は文献を示すべきである。ありがとうございます。